さあここからは数々の名曲を生んだ偉大なスターの歌と人生をリスペクトするトリビュートタイムです。今夜は昭和の歌謡界に大きな足跡を残し1985年に43歳の若さで帰らぬ人となった国民的歌手坂本九さんを特集させていただきます。8月12日は坂本九さんの37年目の命日でございました。今宵は坂本九さんを忍び坂本九さんが残された名曲の数々を歌い継いでいきたいと思います。はい、坂本九さんが生前に残されたシングルは141曲、本当に名曲揃いで幅広い年齢層に支持されていますね。そうですね、上を向いて歩こう、この歌はですねアメリカではすき焼きのタイトルでなんと全米チャートの1位を獲得したことは大変有名でございます。はい、まあ、坂本九さんといえば作詞家の A 六助さんと作曲家の中村八大さんとの六八コンビとの出会いから、まあ、名曲が誕生し当時は六八九トリオと呼ばれておりました。はい、コロナ禍になった2年ほど前に五木さんや私を含めた15人の演歌歌手がトランペットの日野照正さんと少しでも前向きに明るい未来へ歩んでいけるよう願いを込めて上を向いて歩こうを歌う動画を公開しましたよね。やっぱり辛い局面で日本人が希望を託すのはこの曲なんですね。そうですね、本当に心に染みていたわけですけれど、見上げてごらん夜の星をや明日があるさなど全世界でのレコード売上は1500万枚を超えております。はい、千さんは坂本九さんとのことで何か特に思い出に残っていることありますか？もうね、何十回とお目にかかって大変可愛がっていただきました。はい、まあ本当にね三十数年経ったというのは本当にあっという間でしたけども、本当にねあのテレビでテロップでこう出た時は本当に驚きました。ね、はい、千さんには、まあ、はい、あの田原俊彦さんとそしてベイビーブーさんと一緒に代表曲の上を向いて歩こうを歌っていただくんですけれども、俊ちゃん意気込みをお聞かせください。そうですね、僕もあの坂本さんとは何回かしか本当にご一緒してないんですけど、本当にね可愛らしい、まあ、大先輩ですけどすごいなんか大先輩なんだけどなんかすごい人懐っこい笑顔がめちゃくちゃ印象的だったなって思い出がありますね。だから今から考えると確かにね、全部普通に上をじゃないんですよ、上をむふふいて、そうです、ハヒフヘホが必ずその後につくんですよ。つきますね。そうですよね、そうなんですよ、独特でしたね、これがね独特の歌い方だったんです。はい、はい、さあ久美子さんには今日はね友達を歌っていただくんですよね。大好きですねこの歌は。あの東日本大震災の後にこの歌を持って被災地に、まあ、石巻でたまたま遭遇したこともあるんですけど、あの手を差し出すと、まあ、その頃はコロナじゃないからみんなこう手を握り返してくれて、あみんなで頑張ろうっていう感じがすごくしました。うん、まあね、はい、そして、ベイビーブーの皆さんもですねステージでは坂本九さんの楽曲をねよくカバーされてるんですよね。はい、そうです。で、あの僕たちあの泣いて笑って元気になれるコンサートっていうのを常にこう目指してるんですけども、坂本九さんの歌っていうのはもうなんかそれが全て詰まってるような感じがするので、歌うときいつも大切に歌わせていただいてます。ね、さあ、はい、そして小柳ルミ子さんには、はい、涙くんさよならを歌っていただきますが、坂本九さんのエピソードなんか残ってますか？本当にあのチャーミングで屈託のない笑顔で、あのすごく大先輩なのにもうフレンドリーに接してくださって、はい、だからもうあの事故をあの知った時はもうショック で、 そうですよね、もっともっとね、うん、あのお聞きしたかったしお会いしたかったし、はい、まさにねこの笑顔だったんですよね。すごく優しい本当にね、いつも笑顔の
だからキューちゃんという愛称で親しまれたというのは、ね、よくわかりますよね。はい、はい、そして今日はですね、平山美樹さん、森口博子さん、滝川麻衣子さんと一緒に幸せなら手を叩こうを歌っていただきます、ね。はい、平山美樹さんはご一緒したことありますか。はい、なんか一度か二度っていう感じなんですけれども、うん、すごいリスペクトはあります。さて、五木さんは今日は何を歌ってくださるんでしょうか。僕は今日はですね、見上げてごらん夜の星を歌わせていただきます。はい、これはですね、まあ、作詞が A 六輔さんで、作曲が泉拓さんですね。はい、まあ、ミュージカルの主題歌として、まあ、作られた作品なんですけれど、はい、寂しい時にね、はい、この見上げてごらん夜の星をというか、その上をやっぱり向いて歩こうと同じなんですよね。なんかこうやっぱり寂しい中にもこう希望があるようなね、そうです、感じがしますよね。はい、そしていろんな人たちがカバーしている歌がですね、はい、今日のこの最後にね、はい、明日があるさ、これを今日出演の皆さんと一緒にお届けをしたいと思います。はい、さあでは参りましょう。坂本九さんのトリビュートタイム、この曲からスタートです。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて
とても生きてゆけそうもない。だけど僕は恋をした、素晴らしい恋なんだ。だからしばらくは君と会わずに暮らせるだろう。また会う日まで、君は僕の友達だ。この世は悲しいことだらけ、君なしではとても生きてゆけそうもない。だけど また会う日まで。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう。幸せなら足ならそう、幸せなら足ならそう、幸せなら態度で示そうよ、そらみんなで足ならそう。幸せなら幸せなら肩叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで肩叩こう。幸せなら指ならそう、幸せなら指ならそう、幸せなら春のピクニック、一緒に夏は山へ。
秋に喧嘩した静かな冬は部屋で
満たしておくれ。夜明けの歌よ、僕の心の溢れる幸せ
¡Suscríbete al canal!